ラッシュリフト TV。 はい、では施術の方から開始していきますね。まずテープから貼ってまいります。お願いいたします。でテープ貼るポイントなんですけれども、目の閉じ加減によって目 の, あのテープの位置っていうのもちょっと変わっていきます。このモデルさんに関してはそんなに強く閉じていないので、結構ギリギリまで貼っていきたいと思います。でテープ、スライドカール、私のやり方なんですけれども、下なんかをしていくので、テープを貼ってた状態であっても自然にまつげが降りてくるようなところでテープをしていきます。でこの後コットンを挟んでいきますので、変にまつげが目頭、例えば目頭が浮きに安いので、変にこの感じで立ってしまうとコットンも挟みづらくて根元 の, 難関もしづらくなるので、きっちりとここまで自然に閉じられている状態でテープをしてください。で前処理の方を行っていきます。前処理は綿棒、太い綿棒と細い綿棒で挟んで、しっかりと根元の方の油分を除去していきます。根元でリッチ作るのがスライドカールの特徴なので、リッチの方、根元の方をしっかりとカールがかかるように丁寧にやっていきます。でこの綿棒すごく使いやすくて、この綿棒は100均になりますので、ぜひご購入ください。コットンの方を挟んでいきます。コットンというよりもガーゼになりますね。このように目の形に広げていただいて挟んでいきます。でテープがきれいに貼れていればコットンもすんなりと挟めるので、テープいかに大事か、はい。で、外れないように両端の方にテープを固定していきます。で両目を同時に、施術するのではなくて片目ずつ施術していきます。でこのモデルさんのまつげ結構太くて硬いので、眉毛もそうなんですけれども、毛質結構しっかりとしているので、とりあえず8分置いていきたいと思います。で下なんかのポイントなんですけれども、根元ギリギリまで塗りますが、まぶたに決してつかないように。で下なんかは巻かない分、あとコットン、ガーゼの上で、薬剤塗布する分、ちょっとコットンの方に染み込みやすいっていうのがあって、ちょっといつもロットなんかよりはたっぷりめに塗っています。でまつげ層が多い方に関しては、一番下の層のまつげまでしっかりと塗らないと軟化が甘くなったりしてしまうので、結構グリグリと下まで塗るような気持ちで塗ってください。目尻の方特にですね、層が厚いししっかりとしているので、でパーマ歴によって、毛先のケアもちょっと変わってくるかもしれないので、ぜひパーマ歴も頭の中に入れながら軟化作業をしてあげてください。でこのまま蓋をしちゃいます。放置時間中にもう片方の目元を施術していきます。でテープの粘着力を
少し弱めたいので私はいつも背面の方にクリームを塗っています。下まつげ閉じ加減が弱い方、まぶたの閉じ具合がそんなに強くない方に関してではギリギリまでテープを貼っていかないと、下なんかですと下まつげも軟化しちゃうっていうこともあるので、ギリギリまで攻めてあげてください。かといって、まぶた、上まぶたの形と同じラインのテープを貼ってあげてください。でじゃないと中に入り込んでしまうと、違和感になるので、もう薬剤が入り込んでしまうっていうことがあるので、ぜひギリギリのラインで違和感のないように貼ってあげてください。で、閉じ加減、まぶたの閉じ加減が強い方に関しては、まつげ閉じた時に下まつげが1ミリぐらい隠れてしまう方っていらっしゃるんですけど、その方に関しては1ミリぐらい開けてテープを貼るようにします。閉じたら隠れちゃうので、その分は貼らなくて大丈夫です。で、また前処理をしていきます。根元の方をメインで前処理していきます。ガーゼの方挟んでいきますね。で、これで、放置時間もちょうど5分ぐらい、残るので、この間にちょっと休憩したりします。質問あればぜひお願いします。なんか下なんかでいいなって思うポイントはいお伺いしたいな。まず、下なんかのメリットとしては、私は軟化しやすい、薬剤が浸透しやすいかなと思ってます。っていうのはグルーをでロットなんかですとグルーを巻いて、塗って巻いていくのが、グルーがちょっとコーティングになる部分になるので、その、軟化、均一に軟化できるのは私のやり方としてもやりやすいかなと思っています。で、ただデメリットとしては、薬剤がちょっと多めに塗らなきゃいけないので、コットンの方にやっぱり沈んでしまうっていうことがあるので、薬剤選びとしても下軟化に関してはすごい緩い薬剤よりも若干固めの方が浸透し、ガーゼの方に行きにくいので、選ぶコツとしても、ガール剤はちょっと固めになってます。あとはルイさんはこの空き時間何してることが多いですか？空き時間はサロンで施術してる間は、ようやくジムだったりの作業をしていて、で、あとはインスタ開いてますね基本結構ログインしてることが多くて、で、この、モデルさんまつげすごくしっかりとしていて、ロットどうしようかな、あとこの間にロット剪定をしたりしています。まつげ長いし、まぶたも、すごい厚いわけじゃなかったんですけど、でも上がりにくいっていうことなので、難しい目元さんを上げるポイントとしては、根元を強くカールをかけてあげるのか、プラス毛先もしっかりと巻いてあげることがすごく重要、2つのポイントがすごく重要になってくるので、
で奥目さんなので、まあ、毛先もいっぱい巻いてしまうと当たってしまうのでちょっと開き気味だけど根元をしっかりとカールをかけるっていう仕上がりにしたいと思います。なるほど、それがこの青が今のところ今日のベストって感じですね。そうですね、根元しっかりと巻き上げられるのが青ですね。で、巻き上げした時の割合としても8割ぐらいいっちゃうと丸みが出てきたりするのでその8割いかないぐらいの感じで開くカールにを作りたいのでちょっとロッドの位置も調整したりします。そうですね、待ち時間の間にロッドの剪定をしてみてください。もう片方の目で巻き上げてみてロッドの何割ぐらいにまつげが来るのかなっていうふうに予習をします。こう 目を見てあこういうポイントだなって思いつつ薬剤をのせるタイミングでロッドを最終決める。そうですね、カウンセリング座ってる時の状態を まず頭の中に入れといて基本このロット使おうかなどっちにしようかなって迷っていざ横になった時に当ててみてやっぱりこれにしようっていう風に決めますね。まあ、実際茶色の方もスーッと上に立ち上がるカールなのでそれもいけるかなと思うんですけどでも根元の曲げカールの強く曲げられるのはやっぱり青の方なので今回は根元の方に強くかけていきたいのであやっぱり青かな。例えばこのモデルさんみたいにまつげ長くない場合だったらまた変わるんですか、コロット剪定は。長くない場合は茶色を使っちゃいますね。っていう青をやっぱり根元の方丸くなってるのが特徴なので短いと丸いカールができてしまいます。ロットの5割以下になってしまうと丸くなっちゃうので茶色でしっかりと踏み込んであげて、ストレート気味に立ち上げる。で緑もまぶたの厚みによって使ったりします。まず、一旦時間が経ったのでこっちの方を上げていきます。でコットなんか下なんかですとちょっとずれたりするんですね。根元の方を目の動きによって、根元の方ちょっと薬剤が塗りが甘くなったりするのでこっちの目に行く前にもう一度根元だけ塗ってあげます。この時毛先の方も薬剤を取っちゃいます。で左目の方を塗っていきますね。こちらの方の軟化状態をチェックしていきます。下軟化する場合は私はもう根元の方を全体的に横に曲げます。90度に慣れれば軟化ができている証拠になりますのでこんな感じでざっと一束を曲げます。
薬剤をブラシで取って、でコットン濡れすぎないように垂れない程度の濡れ具合で挟んでいきます。で、精製水で拭き上げます。目尻かなり長いんで、青だと若干オーバーしちゃいそうだな。どうしようかな、黄色にしようか。もう結構ギリギリまで悩んじゃいますね。茶色する？黄色だと丸みも、もうちょっと全体的にカールがつくって感じです。そうですね。でも当たっちゃう可能性があるので茶色でいきます。茶色ですいません。青だと若干目尻の方がオーバーするしちゃうので、この見ていただければわかると思うんですが、ちょっと厚み、あの長さが違うので、目尻が結構長いので、ちょっと茶色で今日急遽変更しますね。で、スライドカーのロットの特徴を利用しての、この乗せ方になりますので、ここ結構ポイントになります。正しい位置に乗せられないと、このスライドカールの特徴でっていうのが活かせられないので、この乗せ方に関してはご購入していただく動画の中に入っているので、ぜひ動画付きのものをよかったら購入していただくといいかなと思います。で、動画を見てもちょっとわからない、正解がわからない方はぜひ講習会でお教えさせていただいているのでお待ちしております。巻き上げ完了した位置が一番下の層のまつげのライン、毛穴の方に合わせていくので、それになるようにロッドを前に押すのか、ロッドを引くのか、巻きながらの調整も入っていきます。